エンヌ・ロベール・エティエンヌは、フランス、パリ大学の古典学者であり、印刷業者である。公認定本と呼ばれたギリシア語聖書に元になった、ギリシア語聖書を出版した一人であり、16世紀以降のプロテスタント圏における聖書の翻訳、出版の自立、その黎明期を支えた人物の一人。ラテン語名では、ステファヌスと称した。 父である初代アンリエティエンヌに始まる、巧妙な印刷業一族である、エティエンヌ一族の一人であり、弟のシャルルエティエンヌも名を馳せた、印刷業者であったほか、息子のアンリエティエンヌは、現在でも、プラトン全集の共通提本となっている、ステファヌス版を出版した人物として有名。1503年、ユマニスト印刷業者として、有名な初代アンリエティエンヌの次男として、 パリに生まれ、ギリシア語、ラテン語といった古典言語に親しみながら育つ。1520年、父アンリが死亡した後は、ギフシモンド・コリーヌが印刷工房を支える。1526年、シモンが自身の印刷工房を開設したのに伴い、父の印刷工房を継ぐ。1550年、ウルガータの出版をめぐる。 カトリック聖職者たちとの圧力を避けて、ジュネーブへ亡命。1559年、ジュネーブにて死亡。パリの印刷業者であったエティエイヌはギリシア語聖書を、1546年に第1版1549年に第2版1550年に第3版と、3つの版でパリにおいて出版した。特に、第3版は、 フランス政府の費用であつらえた活字を用いた高級なフォリオ版の印刷であり、批評資料欄を備えた最初のギリシア語聖書であった。エティエンヌは各ページの内側の余白にベザ写本を中心にして14のギリシア語の遺読とコンプルトゥムポリグロットの読み方を多数記入した。その後、ジュネーブに移り、 ギリシア語聖書の第4版を1551年に出版した。この聖書はギリシア語本文の両側に、ウルガータとエラスムス訳の2つのラテン語訳聖書を配置した。この第4版で初めて本文が節に区切られた。これは今日ほとんどの聖書で用いられている節句文である。エティエングの息子の証言によると、パリからリヨンの旅行中に節句文をした。 ステファヌスは、ジュネーブで、プロテスタント教徒として、晩年を過ごした。1553年には、ジュネーブのフランス人印刷業者、ジャンクレパンが、エティエンヌのギリシア語聖書の、第3版を6箇所変更して、小さな定裁で出版した。1557年に、イングランドから亡命したプロテスタント神学者による、ジュネーブ聖書は、エティエンヌの、 第3版隠れパンの聖書を定本に用いている。1559年にエティエンヌは死去するが、そのギリシア語訳聖書は、多くの神学者や聖書翻訳者に影響を与えた。カルバンの後継者であるテオドールド・ベーズが、エティエンヌのギリシア語訳聖書の第4版とほぼ同じのギリシア語聖書を、1565年から1604年にかけて、 9つの版を出版した。ベーズのギリシア語聖書は1611年のイングランド・王ジェームズ一世の禁帝約聖書の定本になった。1624年にネーデルラントのライデンの印刷業者エルセフィル兄弟が小型のギリシア語聖書を出版した。これはベーズのギリシア語聖書を基本にしている。1633年には すべての人に受け入れられた本文と書かれた。エティエンヌ、ベーズ、エルセフィル兄弟たちのギリシア語聖書が唯一かつ神聖の本文になり、公認定本という名称が生じた。以降1881年の禁帝約聖書の改訂版発行まで、プロテスタントの主要なヨーロッパ語訳は公認定本を定本にしている。エティエンヌが馬に乗って旅行していた時に不祝文を、 施したので、馬の背が揺れて、ペンが間違ったところに当たって、節の区切り方が不適当なところがあると言われている。b m メッツガー新約聖書の本文研究 P122 ベーズの死後の1611年第10版が出版された。b m メッツガー新約聖書の本文研究 P122P123 ありがとうございます。